しもとさんの。すごい。皆様こんにちは。今回はアジエンス巡りサロン大阪が期間限定でオープンしているみたいですので行ってきたいと思います。まず予約の方法なんですが、このようにアジエンス巡りサロン大阪と検索すればこのようなページが出てきます。そしてオンライン予約はこちらからに飛び、しっかり読んで、全部読んで、すべての応募規約に同意するにチェックをして、エントリーするに進みます。そして必要事項、名前だったり必要事項を記入し、紙に対するアンケートに答えて、ご応募完了です。無料なのがいいですよね。応募はこんな感じで簡単ですので、楽しみに後日行ってきたいと思います。アジエンス巡りサロン大阪に到着しました。とっても綺麗で落ち着いた雰囲気です。ここで紙質カウンセリングとアジエンス巡りの3ステップケアが体験できます。お願いします。紙を2本切り、紙の状態や太さや断面図を見てもらいます。髪の毛2本切ってもらいました。はい、いました。私の髪ね、すごい断面図になります。こちらは顕微鏡で見た髪の毛の断面図なんですが、円になればなるほど直毛の方が多いらしく、楕円になるにつれて癖が出やすいそうです。髪の毛の状態は中まで黒く詰まった状態がいいらしいです。あー、よかった。はい、めっちゃ痛んでると思う。太さと弾力を測っていきたいと思います。はい、そうですね、細い方だと思います。この機械で太さと弾力を測っていくそうです。平均が76で、私の髪の太さは64ですので、やはり少し細めの髪の毛になります。続いて髪の弾力は平均的な数値だそうです。結果は比較的柔らかい性質です。ふんわりとした手触りの良い髪質と言えますということでした。あ、嬉しい。サロン体験前に写真を撮ってもらい、髪質カウンセリングシートとして最後にいただけます。お願いします。好きな香りを3種類の中から選ばせていただきます。あ、いい香り。セットアロマメリカゴットとメロリ、癒されるメロリス。どれかリフレッシュセラニウム。どうしよう。ピンクのリラックスで。ヘアパック2種類、弾力ツヤ型タイプと潤い滑らかタイプ。まあ、あの質感で今度は選んでいった感じですね。まあ、だいぶ潤いタイプしっとりするので、イメージがちょっと気になる方にお勧めしています。まあ、それ以外の方でしたら弾力タイプで、あのでも全然まとまりますので、はい、ちょっと失礼しますね。はい、髪質あんまりこうペタッとしたくない感じですよね。そうですね。はい。そしたらおすすめとしては弾力タイプの方が欲しいかなと思いますね。はい。髪の毛の状態を音で。音で。引っかかりがあると割とノイズが入るので、はい、それをちょっと測定するようなものになります。すごい。毛先の方がガサガサってしてる。また後で体験していただいた後に、はい、していただきます、ね、はい、はい、タイプのシャンプーはですね、モシリコンで、なおかつシャワー中に含まれるカルシウム、まあ、これが髪の毛のゴワつきの原因になるんですけども、まあ、それを取り除く、まあ、洗い出すというような形で、はい、シャンプーになります。まあ、洗浄コアクセントにも入っているので、それがカルシウムで吸着して、カルシウムを流し下げるという感じです。本当にこう余分な分厚がなくなるので、髪の毛の仕上がり的にすごい軽い感じ、柔らかい感じになります。
ジュレも次に使うヘアパックを浸透させやすい状態を作るのがジュレの役割なので、これを残って飛ばしちゃうとなかなか効果が薄くなってしまうので、まあ一応500円玉分ぐらいの分量で使っていただくんですけれども、大体中間から毛先にたっぷりつけていただいて、根元の方はそんなにジャタッとつけないような感じでさらっと揉み込みをキュッとしていきます。そうするとさっき透明だったのが少し泡立ちのように白っぽくなっていきます。はい、まあ、あとその白っぽくなるまで揉み込みをいただくと、まあ、入ってますよっていうのが大事になります。わかりやすい。揉み込みはほんとこう握り込むような感じがおすすめです、ね。このまま流さないで重ねて入ってますから、はい、まあ、分量としては同じぐらいの目安を使っていただくんですけども、また同じように中間から毛先までここで流さない分に手間としてはそんなにかからないかなと思うので、確かに、まあ、4ブロックぐらいに分けてます。まあ、その桁番をこう指で撫でつけるような感じ、ちょっと傷んでる毛先がすごいザラザラするんですよ、うん。まあ、そのザラザラ感がこうやってずっと揉み込みをしていくとツルッとしてくるので、ちょっとツルッとするぐらいまでしっかりと揉み込み、今ちょっと触ります、はい。じゃあちょっとなんかまだザラッとしてるのが分かりますよね。してます。で終わった後がわー全然違う、ツルッとしますよね、うん。これくらいになるまでしっかりと揉み込みをしていただけるといいかなと思います、まあ、できればこの揉み込みをほんとしっかりやってあげると効果かなり出ますので、中にしっかりと栄養分が入ったような感じの、まあ、健康的な状態に近づいた感じの景色になるのかなと思います。しっかりと揉み込みをここでやっていただける。本当に自分の髪じゃないみたいにツルツルです。一定になりましたね。毛先やった時がガサッとした音が良くなって、もう手触りが本当にツルスベです。はい、嬉しい。じゃあこれで、玄関の背景を選んでもらいます。背景を選んでください。背景が選べるそうです。はい、こちらから風を出しまして、はい、髪の毛をこうなびいてるところをまずこちらで撮影をしていくんですが、はい、状態で髪の毛だけが伸びているようなそういうシネマグラフと呼ばれるものになります。はい、こんな貴重な体験も無料でさせていただきます。このように編集していただき、静止画なんですが髪の毛だけがなびいている映像をダウンロードできます。すごい、さっきの結果が細かく載ってます。お土産までいただきました。こちら無料ですので、ぜひ期間限定で大阪に来ている間に体験してみてください。